どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はガズメロスタートしていきたいと思います。このガズメロっつうのは一体何かと言いますと、ウクレレでですね、世界中にある名曲たちの主旋律の歌のメロディーを弾く、いや歌う、ウクレレに歌ってもらう、そんなですね、プロジェクトになっております。超簡単なタブという楽譜を見ながら、どんな方でもこの気持ちよくこの主旋律のメロディー奏でていきましょう。さあ本日取り上げたい曲は、この年末年始歌いたい曲、ゆったりとお届けです。こちらです。ドン、ジョン・レノン、Happy Christmas, War is over。 はい、この曲ね、クリスマスはちょっと過ぎましたけれども、年末年始、これね、もそうだし、今やっぱこの社会に向けてこのメッセージ、この声高らかに歌いたいということで、弾き語りのレッスン動画もありますからね、こっちもぜひやってもらいたいんですけど、今日はですね、特にね、このお伝えしたいのはこの弾き語りの方でですね、このメロディーとか伴奏がかなり面白いんですよ。ちょっと弾いてみますと、このレッスン、ぜひちょっと弾き語りバージョンの方も見てもらいたいんですけど、今回はですね、このメロディーをこう弾くわけですから、メロディー。はい。やっていこうと思います。はい、ちょっとね、本題入る前に、今使っているこの G ソリッドウクレレ、これ、GJ モデルですけど、あとね、この、ブラックビューティーとか G ラボのウクレレと、このアンプたち、ただいま大好評予約受付期間真っ最中でございます。今回のね、ゲットしてくださった方、このウクレレフキフキするのもですね、プレゼント期間中ですんでね、こうやってフキフキしてですね、見てください。概要欄に詳細貼っとくんで、 G ラボのウクレレチェックよろしくお願いします。さあ、いつもの流れの発表なんですけど、タブ譜という、すごい簡単で分かりやすい楽譜を、見ながらやっていきます。こんな風に写していくんですけど、これどういうことかというと、一番上の段が1弦2弦3弦4弦ってなってますね。はい、今テロップに書いてありますけど、そしてこれ0、2、4って書いてあります。これ3弦なんですね。3弦の0、2、4っていう風に弾いていくってことです。そうすると0、2、4、0、4弦の0で分かってもらえるように、でででででってこれ 4弦の音すごい低くなってるんですか。というわけで、今気づいていただいたと思うんですけど、今日はですね、この4弦が1オクターブ低いロー G という弦を張っているウクレレの方がかなり楽しめるメロディーになってはいるんですけど、でも皆さん普通のもちろんね、通常のハイ G と言われるこのテンテンテン、これでもですね、一応はいけますよ。やってみましょうか。はい、この音だけがもうしょうがなく、ちょっとでん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 てんって感じで、ちょっとオクターブ高くなっちゃうんですけど、はい、そんな感じで、でもまあ一応取り組むことはできるんで、ぜひカジュアルに始めていただきたいと思います。このタブ譜を見ながらまあやるんですけど、これを見ながらですね、瞬時に弾いていくっていうよりは、何回も何回もポイントを押さえて練習してもらって流れを覚えて、これが大事になります。読んですぐ弾けるっていうものじゃないっていうのがいつもね、ガズメロでお伝えしているんですけど、覚えちゃってください。流れが分かると楽しくなります。この辺のコツもね、途中のところで解説しっかりしていくんでですね、こんな流れでやっていこうと思います。そしてこれで練習してもらったら、今度はですね、皆さん本番をやる前、バーになります。どういうことかというと、私がこの曲の伴奏を弾きます。伴奏を弾くので、皆さんがこのメロディーを覚えてもらって、マイナスワンというね、動画をその後に載っけとくんで、僕の伴奏に合わせて、ガズさんの伴奏に合わせて、皆さんこのメロディー、ガズメロのメロディー弾いてくださいというですね、2ステップになっております。まずはこのタブ譜を覚えて何回も繰り返して覚えたら、後半のマイナスワンのガズさんの伴奏に合わせて弾いてみようということになっております。はい、これなかなか深いですからね、楽しんでください。このガズメロはですね、ちょっとね、難易度はね、普通のウクレレと高いに比べると、高度は難度は高いと思うんですけど、まずちょっと初めて見た方はですね、こっちのね、弾き語りの方のね、レッスンをしてもらいたいです。弾き語りめちゃくちゃ楽しくてすぐできますからね。ガズレレ始めるウクレレ概要欄に貼っとくんで、そこからまずデビューしてもらっていく方がね、高度の感覚とかつかめていいと思うんですけど、まあまあこれ両方やっていくのも楽しいと思いますからね。あっちからこっちから同じ曲を楽しむ、ぜひやってみてください。このガズメロもですね、今やもう結構曲数が溜まってます。レッスン曲のリスト概要欄に貼っとくんで、他の曲もいろいろガズメロトライしてみてください。このタブ譜をね、自分のものにできるようになると、かなり幅も広がりますよということでございます。で、本日はこのエレクトリックウクレレ、G ソリッドの GJ モデルを、この G ボックス、このアンプがいいんですよ、この音が。
これでメロディーが弾くんですけど、後半やるマイナスワンでは、このガズレレ G ラボのブラックビューティーモデルをこちらアンプに通して伴奏していきたいと思います。ぜひね、この音色の方もね、チェックしてみてください。これさっきも言ったけど、ただいま、ゲットできる期間中ですんでね、よろしくお願いします。それでは早速ですけれども、まずタブフによるガズのデモ演奏、繰り広げていきますんで、ガズさんがどんな指使いで、どんな、こっち左でも右でも、どういう風に弾いてるかよく見ながらですね、このタブフを何回も覚えていくというとか、まずここから始めていこうと思います。ジョン・レノンのハッピークリスマス、War is over、ガズメロ、やってみる。この曲ね、やっぱり洋楽で憧れの曲だけれども、やっぱ英語歌うのって結構ハードルが高いじゃないですか。そんな時に役立つのがこのガズメロでございます。ぜひこれゆっくりですね、まあ、何回も何回もやるしかないんですよ。今の演奏もガズさん何にも見てないですか、覚えてます。ダン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 、こうやってメロディをね、もう頭の中にもうね、思い描いて、こっちの指のストーリーを作る、これがキーポイントになります。ちょっとね、覚え方のコツもちょっとこれからシェアしようと思うんですけど、まず最初はですね、今出てたんですけど、こうタブフの楽譜をね、画面上にこうやって皆さんにちょっとシェアしようと思うんですよね。はい、こんな感じで今見せようと思うんですけど、これね、ガズクラブというところで、ダウンロードできるようにしておきます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたこのボーイズオーバーのね、ハッピークリスマスのね、このタブフを含むガズメロでやってる全てのタブフと、ガズが弾き語りでやってるもうレッスン動画のもう、ね、1000曲が軽くありますからね、の中から毎月5曲デジタルデータで皆さんのお手元にダウンロードしてすぐご活用いただけるよという画期的なサービスなんですけれどもですね、このガズクラブは楽譜の5曲のダウンロード以外に毎月2回大セッション大会ガズオンを行っていたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできるね、Facebook 非公開ページがあったりで、かなり面白いことになっています。ぜひこれもね、入ってください。ご活用ください。そしてね、ちょっと違うんですけど、ガズレレ大学という別のね、プロジェクトもやってます。こっちは YouTube メンバーシッププログラムというやつで、毎月590円の、レッスン代、大学講義料をいただきまして、毎週2回です。
ライブ配信による濃厚レッスンです。大学なんで、ちょっと高度なことやってますよ。カッティングとか16ミリとかできるぐらいの方だとすごくいいと思うんですけど、こっちもかなり楽しめるようになっております。あと、毎朝7時半からラジオ配信ガズラジやってます。スタンド FM というところで、無料で聞ける。あと、ガズラジ YouTube チャンネルっていう別の YouTube チャンネルでも無料で聞けるようになっております。いいこと言ってるんで、ぜひ聞いてください。今言ったこの辺のことは概要欄に、しっかりリンク貼ってあるんで、興味ある方は見てください。さあ、タブコ見ていきましょう。今映ってるものと一緒ですけど、今日やっぱり一番ポイントになるのこのね4弦のこのゼロフレット1回出てくるだけなんですよね。あとこの音以外は普通のウクレレでも奏でられるんですけど、まあここでも普通のウクレレでも大丈夫だと思いますけど、こんな感じで写しとくので、皆さんこれお時間ある方はこれこの通りにですね、メモっていただいて、ちょっと練習してみてください。ガズクラブに入っていただきた方これをねダウンロードデジタルデータでできるんでね、ぜひやってみてください。これ今やったらここ2回繰り返して最後のエンディングのとこなんですけど、気づきました？これラララライフボーネルボーイズオーバーナウンところはこれガズレレオリジナルアレンジなんですけど、これ1回目は普通のメロディーで、2回目はねハモリのメロディーを入れてみました。なんでこれ2人でやるときはこれハモリとかいいですよ。こっちを弾く人とこっちを弾く人が同時に弾くとすごくこう軽やかな、切ない雄大なメロディーが再現できるよということで、ハモリバージョンもやってみましたということです。はい、写しておくので、メモ時間ある方はメモしてください。ガズクラブでゲットしていただくのもすごくいいと思います。はい、OK ですね。はい、じゃあこれを見ながらちょっとね、皆さんと進めていこうと思うんですけど、今回もですね、よく見ると指のねパートが、ね、前半後半で分かれてます。最初のところはこの2フレットから5フレットの間で、ストーリーがダダ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 ダ今度は5フレットから8フレットぐらいの好き、場所に変わるんですよ。ね、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 ね。はい。この後半の、ね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 、の素敵なところは、こっから 5フレットから、5、6、7、8フレットぐらいのエリアで。で、前半のところはこの2フレットから5フレットのエリア。この2ブロックで指のストーリーを描くのがすごくいいです。で、今回結構開放弦が多いんで、最初とかもね。これ、ロージーノと。これが結構やっぱキーポイントになるかなということなんですけど、さっきも言ったように、普通のウクレレでも十分、楽しめるとは思うんですけどですね。そして今ね、気づいていただいたと思うんですけど、ガズさんがですね、ビブラートとかハンマリングオンという技を結構今入れてました。例えば、ビブラート。今の。ハンマリングオンとかプリングオフとかこういう技があるんですけど、ちょっとね、ガズはですね、こういう、どうしてもこれちょっと出ちゃうっていうか、やっぱ弾きたくなっちゃうんですよね。なので皆さんはまずはね、シンプルでいいと思いますよ。まず、リズム通り。こんな感じで、まず原曲に忠実っていうか、タブ譜の通りに弾いてもらって、慣れてきたら、こういうビブラートとかね、でやってみてもらうとすごくいいんですけど、それはこの動画がめちゃくちゃ参考になる。ここでね、ビブラートとかハンマリングオン、プリングオフ、スライドっていう技をめっぽう紹介してるんで、これを一応見てもらいたいんですけど、まずはこの通り覚えてくる。指を押さえる場所を何回も何回も、もう要はね、もう回数しかないです。ガズさんもひたすら弾きまくって覚えるっていうところが始まってるんで、で慣れてきたらビブラートとかなんか可能であればこういうのを入れてくると、またね、すごくスライドとかね、いいんじゃないかと思うんですけど、まあ、これは次のステップですね。このビブラートとかハンマリングオンとか、スライドは。まあ、でもこういうのがちょっと加わってくると、さらに演奏に輝きが増すんでですね、凄まじくおすすめなんでございますけれども、まあ、まずはシンプルなメロディーを、キャッチしてください。はい、そしたら、まあ、何回も何回も今のタブ譜を見て練習してもらったら、次はマイナスワン、ガズが伴奏しますから、皆さん、いよいよ本番ですよ。このマイナスワンの演奏に合わせて、もう何回も練習してもらって、この音源を使ってね、どっかでね、パフォーマンスしてもらってもいいと思いますね。ガズさん、このね、伴奏もすごい難しいんですよ。難しいっていうか、面白いっていうか、豊か。で、この伴奏もぜひやってもらいたい。さっきの弾き語りのね、このレッスン動画も必見なんですけど、はい、そういうのも踏まえた上で、皆さんの伴奏をします。今日はこの G ラボのブラックビューティーモデルを、このアンプ、G ボックスにつないで、やっていこうと思うので、今ちょっとセッティングします。はい、セッティング完了しました。いい音ですよ、これも。さっきのエレキウクレレとはまた一味で違って、こう、ふくよかな。G
ボックスいいアンプでございます。これあのぜひ概要欄にこう詳細貼っとくんでぜひ見てみてください。はい、これも絶賛今ねゲットできますから、はい、じゃあこのブラックビューティーモデルで皆さんの演奏のバックアップしますんで、はい、マイナスワン、ジョン・レノンのハッピークリスマスボーイズオーバー、やってみる。ワン、ツー、スリー、ゴー。やってみました。いかがだったでしょうか。このふんわりしたこの伴奏ね、これを十分こうグルーブをですねしっかりこう聞きながら溜めて、結構メロディー溜めるのが大事だと思いますからね、はい、楽しんでいただければというふうに思います。これね、この曲この今の時期聴くとねかなりこう心が洗われるというか神聖な気持ちになるし、やっぱ今ねやっぱ世界中で行われていること、やっぱりこういう歌を歌ってですねメッセージを届けたいというかシェアしたいっていうかね、でも英語だし歌えないしっていう時に助かるのがこのガズメロでございます。心込めて感情たっぷりに思いとともに奏でていってください。さっきも言いましたけどガズメロね、もう結構曲数溜まってます。概要欄にガズメロで他の曲ねリスト載っけとくんで、他の曲もいろいろチャレンジしてみてください。このねタブーが読めるようになるとですね、なかなかね音楽の世界も幅がぐっと広がるし、他の人と何人かでこうアンサンブルでコード弾いてメロディ弾いてお互い歌うみたいな、そんなのもねかな一個の面白いアンサンブルを楽しめるっていうのはね新しい局面かなというふうに思いますね。スケールを広げて楽しく音楽豊かに奏でていきましょう。お知らせです。はい、こちらの本、簡単ウクレレソングブックハンディ版、ボリューム1とハンディ版ボリューム2、はい、これが2冊同時で新発売になっております。こちらの青い本はかつて出していたソングブック1と2が、1冊にまとまっています。200曲収録です。あ、大きさは前のサイズよりかなりちっちゃい英語サイズです。こっちはかつて出していたソングブック3と4が2冊、200曲入り。ぜひこれ皆さんゲットよろしくお願いします。ただ今 Amazon でですね、これもうカテゴリーで第1位ベストセラーを獲得しております。皆さんありがとうございます。でね、これいいなと思ったりとかして感想をですねAmazon とかそのレビューに書いていただけるとですね嬉しいと思います。ぜひよろしくお願いします。さあさあ、そんなこんなであっちからこっちから音楽聞くからやるに変えて楽しんでいきましょう。年末年始いかがですかね。ガズメロとかガズレレでいろんな音楽チャレンジしてみてください。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。